ナイツまあ待て、ドクター。お前の聞きたいことくらいわかるよ。まだ席は医療部に置いたままさ。ただ、ケルシー先生の言う通り、医者が前線で暴れ回ってたら、医療部のイメージダウンになるのも確かだから、今後はこの格好で行こうと思ってな。ドクター、なんか手を焼いてることがありゃ、手伝うぜ。ん その資料を運ぶだけでいいって。なあ、ドクター。正直言うと、ジューママが作ってくれたこの斧も悪くねえが、やっぱり杖でぶん殴るのに慣れちまってんだよな。だから、今もこうやって持ち歩いてる。だけど、あたしの仕事は人助けであって、殴ることじゃねえし、そこは何とかして改めねえとな。 ほら見ろ、ドクター。武器を増やしたら持ちきれなくなってきたから、どうにかするために尻尾を鍛えたんだ。今じゃもう尻尾で杖を操れるようになったんだぜ。一つだけ残念なのが、鍛えてたら尻尾がちょっと太くなっちまったことかな。どうだ、ドクター。肩が随分軽くなっただろう。だから力の加減なんて楽勝だって言ってんのに。 お前らが信じねえだけだろうが。こっちはもう何年もやってるプロの医者なんだよ。そろそろ現実を受け入れたらどうだそうだ、ドクター。前に赤フラに行ってから、もう随分経ったよな。今度時間があったら、あたしと一緒に行こうぜ。最近だいぶ賑やからしいから、次に帰ったらどうなってるか楽しみなんだよ。 ドクター、たまには自分の直感も信じてみろよ。こんなにたくさんの奴に信頼されてんだから、目をつぶってても、お前の拳は強え。あたしと比べたらうーん。お前が執務室を出る前にぶっ倒せるだろうし、あたしの方が上だな。<laughs> ズーママは機械作りが得意だし、 トミミは人材管理が上手で、イナムも大族長としてよくやってる。あたしのダチはみんなすげえんだよな。<laughs> だけど、あたしの医療技術も負けてねえぜ。え、それだけはあいつらも認めないかもって。ドクター、これまではなんでお前が毎回物事をややこしくすんのか理解できなかったが、ちょっとわかってきたよ。つまり、 お前も拳を強くする方法を模索してたってことだな。真面目にアドバイスするとしたら、あたしと一緒に特訓した方がいいと思うぜ。ズーママの言う通りだ。あたしは強くなる方法と、拳の振るい方だけ考えてりゃいいんだ。つうことで、ドクターにちょっとマジな質問をするぜ。もしズーママに、 二人乗りのアイアンハイドを作らせて、あたしと二人で乗るとしたら、お前は操縦席と助手席のどっちに座りたい後でどうやって起こそうかな。今のとこ、斧一発で片付いたんじゃねえかうん。医療技術を認められた時ほど、 見なぎって来ねえもんだな。ドクター。あたしは斧を構えるときも、杖を掲げるときも、他の奴らが楽しくいられるように何かしたいって一心で動いてる。少しは成し遂げられたと思うけど、あたしの命が燃え尽きるまで、もっともっとやってやるつもりだぜ。突っ込むのはあたしに任せて。 お前らはとにかく、広報支援を頼む。あたしについてくるなら、命令は一つだ。ちゃんと生き残れわかったか出発だあ、そういや、聞くの忘れてた。作戦目標は何だっけお前ら、大暴れしてやろうぜ ドクター、大物はあたしに取っといてくれよ戦線の穴はあたしが埋めるあたしが来たんだから慌てんな他のところはお前らに任せたぜ安心しな。一瞬で終わらせてやるぜこっち向きやがれ 次は誰だ気持ちいいぜえっと、ドクター。今更こんなこと言うのも変かもしんねえけど、他人を信じ抜くだけできつい任務をこんなあっさり達成できるなんて、面白えもんだな。みんな無事かよし、次の戦いも待ってるから。 気合い入れて一緒に片付けようぜ慌てんなって追うのも待ち伏せに備えるのも私に任せて、疲れた奴はしっかり休んどけドクター、しっかり捕まらねえと、落ちても責任取らねえぞ任務の前に医療部にでも寄ってくか。 せかすなよ、ドクター。あたしは逃げねえって。暇そうだな、ドクター。あたしもちょうど暇してっから、一緒に散歩でもするか。ドクターおっと、悪い、ぶつかっちまった。怪我してねえよな。